い、はい、はい、どうもプラルでございます。本日もやっていきましょう。ということで今回も引き続きレジェンドストーリーの方やっていきたいんですけれども、今回はですねこちら魔王の豪邸ですね、こちらの方をやっていきたいと思います。ラス1ですかね、次で多分終わりなんで、やっていきたいと思います。じゃあ行きましょうか。で一応パーティーは前回とね同じ感じで行こうかなと思います。でもし無理そうだったらね編成しながらやっていきたいと思うんで早速行きたいと思います。あ待って、アイテムが、はい、ということでこれでいきたいと思います。じゃあまず最初セレブな限界いきましょう。さあということでこちらのステージはどうしようかな、何が出てくるんだ。まあ最初リッスンだから、まあ、問題ないからお財布ダメでもしましょうか。まあラス1だから多分結構もうね一筋縄じゃいかないんかなとは思うんですが、あやばいな、ちょっとなんかですか、なんかとりあえずいいや、ドラゴンいいや、いやーやっとだ、やっと次で終わりだ。いやー待ちに待ったコニャンダムが、いやもしかしたらコニャンダム戦の前にちょっと一回収録切る可能性もあるかもしれないんだよな。まあもしかしたら時間上の都合でもしかしたらね、まあその時はその時で、考えましょうか。じゃあどんどん行きますか、どんどん行きましょう。僕何で出てたこれによって本当に俺毎回負けたらすごいよ。前回はね確か処理落ちがねひどかったんで、まあ、今回はまあなんとか大丈夫かなと思うんで一応サクサク行くようにはなんとかしたんで、まあそれはもしなったらもうしょうがないっていうことだよね。よーしここまで来ればもう問題ないんじゃない、いけるぞいけるぞ。ボスが何が出てくるかな、まあ一通り多分敵の方は出たかなって感じがするんで、まあ多分同じ、あやべべべ出撃制限食らってたわ、まあいいや。さあおい、あーなるほど問題ねえわ、全く問題ない問題ない、よしよしよし、まず1個目は平気だ。まあ取り巻きの数がやばいかなって感じかな。負けはなんとかなるかな。ちょ取り巻きの、待って取り巻きのさ、取り巻きやばくない結構、あオッケーオッケー、多い多い、お財布潤してくれるけど多い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 、あやばいな、ミュートが多くないこれ、ないこれ、これも無限じゃないか、無限脇っぽいな、いやーめんどくせえな。なるほどね、なるほどね、さすがレジェンド、やべえやべえやべえ、前線がもうメガロでなんか地味にさもう遠方範囲でやって、あやべ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 、これ無限脇なの嫌なんだけど、本当になんか多いな。まあ前回からもねなんか多いよ、取り負けがめんどくさい、ボスに攻撃がいかないからね。あオッケーオッケー、ノックバックした、よし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 、いやー第3形態させられればな、狂乱がわりかし楽にはなるかなと思うんだけど、あミュートそろそろ出せるか、あそろそろいけるな、やべやべやべ、前線がやばい前線がやばい、やばいぞやばいぞ、やっぱこれ無限脇っぽいな、なーに、あオッケーミュートいける、よしメガロン2体目、ここまでいけばもう問題ないでしょ、よし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 、やべえ前線がやばい、でガオーもとりあえず2回目出せてるからもうこっからもういけるんじゃない、あやべ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 、あこいつの攻撃がなかなか1回1回でかすぎるんだけど、よしいけるか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 、よしオッケー、終わり終わり終わり、ここまでくれば問題ないな、はいいけるかいけるかいけるか、よいよい終了でございます。はいじゃあ次ですね、こちらバスルーム行きたいと思います。バスルームですか、バスルームっぽいキャラクターは出てくるのかもう覚えてないんだよな、とりあえずいやー猫本積むべきかな、なんか積んでた方が楽な気がするんだけどな、まあ一回とりあえずこれで待ちましょうか、あ、やべ。待てねえな。俺は待てないな。
どうしようかな。このヘドバン野郎は、とりあえず、どうしようかな。ムートでやってもらうかな。はい、とりあえずムートでいきましょう。で、あとは適当に壁積んどいて。壁積んで、ドラゴンで。このヘドバン野郎結構エグいんだよな。次ノックバックで倒せるかな、攻撃が入れば。やべえ、これムートで当たるんじゃねえ、これ普通に当たるよね、これ。壁が少ねえ、壁が少ねえ。ムート早く攻撃してくれ、頼む頼む頼むよ頼むよ。よし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 、オッケーオッケーオッケー。これで倒せるかな。おい、ちょっと待って、ネコドラの攻撃入っちゃったんだけど。うっそー、せっかくの一発が。痛い目来たんだけど。うわ、これ猫ゴン積むべきだな。もう勘弁してくれよ。あ、オッケーオッケー、入るか入るか入るか。嘘、持ちこたえるの。それは聞いてない、それは聞いてない。やべ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 、割とやばい割とやばい割とやばい。ちょっと待って待って待って、そろそろムートやばい、そろそろムート負ける、そろそろムートやばい。待って待って待って、あー終わった。嘘だろ、これはやばい。うっそー、ここで負ける。うっそー、もう無理じゃんこいつ。うわー、もううっそ、もう無理だよ、諦めるわこれは。くっそ、畜生、マジか。よーし、オッケー。で、とりあえずネコボン積みました。これネコボンないと結構ね、金欠っていうか結構厳しいんで、とりあえず、まあ、こっちまでね、近づけましょう。そしてから、攻めていきましょうか。よし、じゃあもうこの辺からいきまーす。ムート出していきまーす。これで割かしいけるんじゃないかなとは思うんですが、まあ、慢性的なね、ほんとに金欠がかなりね、予想されるので、そこをなんとか。これ倒せるよね、倒せるよね、ちょっと大丈夫だよね、このヘドバン野郎。もうこいつ、よし、オッケー。じゃあメガロ出して、よし、1体目が出せたからもう問題ないかな。スニャイパーとか積んどけばよかったかな。そうすればもっと楽になるかな。で、確かこのステージは、あれ待ってよ、中ボスなんか出てくるっけな。それによってはこのパリ大丈夫かなって感じがするんだけど、まあ勝てるよね、さすがに。いけるかいけるか。で、一応ヘドバン野郎でメガロの攻撃も意外と入るから割と大丈夫かな。いいぞ、押してるぞ。よし、オッケー、いいぞいいぞ。もうここまで来ればもうあとは攻めるだけよ。やっぱ猫棒入れたければかなり違うな、やっぱり。違う違う、全然違う。お、何が出てくるんだ、何が出てくるんだ、何が出てくるんだ。ん、待って、え、嘘、これなんか出てきてなくない。え、これ出てきてなくない？え、嘘、終わった！嘘、これだけなんだ。マジか。はい、じゃあ次こちら、おしゃれ VIP ルームいきます。あ、待って、アイテム、おしゃれ VIP ルーム。これってさ、あれ、あれ？コニャンダム出てきてたっけ？あ、パーティーが同じになってた。パーティーが同じになってたんだけど。まあ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 、しょうがない。しょうがない、しょうがない。とりあえず、これでいきましょうか。え、待って、メタル系なのこれ、もしかして違うかな。それだったらちょっと困るんだけど。え、どうだろうどうだろう。ちょっと待ってよ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 。いやー、殺意のワンコ出てきたな。え、またワンコ系、これもしかして。え、またワンコ系だったらちょっと困るんだけど。え、なんだろう。
待て、ちょっと気になるところだが、まあ城を叩けばね、全て解決ということで、まあいっか、もうこのまま攻めちゃいましょうか。ちょっとボス気になるんだけど、まあ、今回ね何回負けるのかちょっとあれなんですけども、でももう終わり近いんで、多分レジェンドストーリー自体はそんな長くないんじゃないかなと思ってるんで、何が出てくる？あおう、なるほど、波動か、いやらしいな。とりあえず波動出す前にどこまで攻められるかが問題だ。どこまでいけるか。そうだ、こっちも波動出すから、もう波動 VS 波動みたいな感じだったんだけど、いやー、いけるかな。頼むよ。でも1体だけだから、まあ、取り分けがなんとかなればいけるんじゃない、これ。ほら、わりかしいけてる。問題ないぞ、これ。あ、いいね、全然いいよ。もうこれ勝てんじゃない？いけるよね。あ、やべえ、無理とかやばい。一回ノックバックしたけど、大丈夫だと思いたい。あ、やべえ、待って、ムートがいなくなってる。待て、ムートがいなくなってる。それはでけえな。でもそろそろもうさ、倒れそうじゃない？ノックバックしてたし。ただの気のせいだったら辛いけど。どうだ、いけるか。ムード出したいんだけど、まだか。微妙に攻められてる。何この、割といい戦いしてるんだろう。あ、いけるか。ちょっと待ってよ。今何パーセントだ？何パーセントだよ。あ、オッケー、抜いときまーす。ちょっとお財布が厳しいんだが。いけるか。ムートの攻撃入れば、割かし多分いける気がするんだけどな。前線がこれだからな。できれば半分は行ってほしいんだけど。これでムートが、倒れたらちょっともう怪しいかなって感じがするよ。あとは何とかしよう、メガロで。お、オッケー、終わった。じゃあ、あとは攻めるだけですね。てか、コニャンダム要素何もなかった。何がコニャンダムだったあ、コニャンダムじゃん、ニャンダムだった。おしゃれビッグだったらなんか、ニャンダムっぽいかなとか思ったんだけどね。そうもなかったね。よーし、あとはこいつらを、片付けすれば終了です。とりあえず頑張って。もう次で、次のフロアでもう終わりなんだから。頑張ろう。いけ。頼む。割とメタルだからあれか、ちょっと全然うまくいかねんか。あいにくね、このパーティーはクリティカル要因がね、すこぶりないからね。まあ、波動でなんとかするしかないからね。あ、いいぞ。ここまで来ればもう、あとはもう攻めるだけ。スピードアップが欲しいんだけれども。すげえな、なんか波動の音がなんか、ほら、波動の音がでかいんだけど。何体重なってんだよ。やべ、音割りそうなぐらい波動なってんだけど。やばい。なんかさっき波動の、やべ、喉の調子が。やばい、喉、声、なんだ。声がおかしい。喋りすぎると声だからな。ちょっと一旦、水分補給します。喉が。あ、やべ、キャラ出さないと。やられちゃう。あともうちょいだから。ね。よし、オッケー。終わりでございます。あー、終わった。
はい、じゃあちょっとね、パーティーの方を戻していきたいと思います。拷問部屋です。なんかスタ、あれ？なんかスタミナ、消費少なくない？待って、覚えてないんだけど。わかんねえ。ちょっと待って。まあいいや、行ってみましょう。わかんねえ。おー、初っ端からこれで BGM がいつもと違います。待って。これは何？これはなんだ？これは。これは何？ちょっと待ってよ。なんか怪しいよね。25ってことは相当怪しいよね。いや、もう怪しいよね。怪しいにつけるんだけど。これ何？嘘。もうブラックマ来たんだけど、お前。おい、もう。そう来る。これ。よし、これでいけるかな。前確かね、これに近いようなパーティーやった記憶があるんで、とりあえずなんとか早めに終わらせないと。これできなかったらちょっとね、考えるよ。もう考えるよ。ちょっと考える。マジで考える。でも、いけた。いけるか、これ。頼むよ。お、いけたの。よし、オッケー。よし。さすが、プラスマックスだからね。はい、ということで、次ですね、独裁者の庭、多分これで終わりかなって気がするので、とりあえず猫も積んどきます。ちょっと怖いんで、じゃあ早速行きたいと思います。行きましょう。さあ、で、一応パーティーの方はね、元に戻しまして、これで行きます。さあ、行けるかな？何が出てくるかな？おっと、ここでクルッポ。名前なんだっけ忘れちゃったよ。クルッポーでなって。波動です。スナイパーだけで割となんとか最初の方いけんじゃん、これ。タイミング、もう一回来る。スナイパー。いけ。あれまたか。確か、あれ待てよ。強ビルでいけんじゃなかった強ビルで。ダメかな強ビルだけで。ちょっと強ビルだけでいけるか。でもスナイパー2回で倒せるんだから、ビルドだけでもなんだかなりそうな気がするけどね。あ、ダメ？ダメか。あ、でもお財布マックスだから、行きます。遊んでる場合じゃねえよ。行こう。行きましょう。ボス何出てくるんだろう。怖えよな。ちょっと波動臭いよね。ちょっとガオで行きましょう。唯一のね、波動向こうがいますって。どうしようかな、メガーロ準備しとこうかな、なんか怖いから。で、一応もうちょいお財布余裕出てきたら、あれかな。まあ、ムードさんですね。多分これで終わりだと思うんだよな。これ終わりじゃなかったらちょっと、まあ、しょうがないって感じなんですけど。終わりだと思うんだよな。何が出てくるんだ。よし、じゃあもうムードいきますか。ムード出して。おー！本当に終わりだね。終わりっぽいね、これ。このオールスターズ感。いやー、マジか、波動だからすげーやらしいな。うわ、マジか、これいけるか、これ。いけるよな。やべ。まずい。でも、コアラッキョは、コアラッキョ自体はそんな強くない気がするから、早めに倒せれば問題ない。問題、中井がどうするかな、これ。中井なんとかなるかな。ちょっと待ってよ。もう喉の調子も悪いんだから。できれば早く終わらせてほしい。あー、やべ、波動が出てるから。メガロにも攻撃が当たる。あ、何これ、うまく作られてんだこのステージ。頼むよ、早くコアラッキョが終わる。終わった。よし。中井がで、一応遠方範囲攻撃で、なんとか。あー、やべえ、ガオがいなくなってる。待って。とりあえず、あとなんだ、次、優先で的には、あとなんだ、もうわかんないですね。とりあえず、ランダムが倒せれば、割かし、あとは楽だと思うんだよね、基本的には。よし、いいぞ。もう、出てくんだよ。あ、やべ、中井がやばい、メガロが、ガラキになっちゃう。待って。あなたを守りますから。待っててください。まだ出せないか、元が。
やばいって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 、喉の調子も悪いのに。酒焼けだよ、酒焼け、酒焼けなんだって。やばい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 、結構そんな飲んでないんだけどな。あーやばい、テンパってるテンパってる。うわー、メガロもネガロ、ネガロってなんだよ。メガロも2周目いけるんだけど財布が厳しいな。よーしよ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 し、いいぞ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 、よしいいぞいいぞいいぞ、よしメガロ2回目、オッケーオッケー、これで問題ない問題ない。で、ガオも出して、あーなんでここでやるやつ。あー待って、まずいまずいまずい、クルボッコ、あー黒いやつ、クルボッコの、あーオッケーオッケーオッケー、あとムードももうテンパってるテンパってる。なんだなんだなんだ、次は待てよ、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 とりあえず待て、ムートが出したいんだけど財布は厳しい。おーし、オッケー、飛んでった、バイバイ。よーし、ってことはあとは問題ないから、あーよ、お馬ちゃんみたいで来るの、お馬ちゃんはいいって何その、つかの間の休息を与えずに攻めていくみたいなさ、これで終わりだと思いたいんだよ。でも一応大丈夫や、大丈夫、おっしょおっしょ、こっちはカサジドがいいからね、プラスが割り切ってやるカサジドがいいから、もう問題ない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 、よし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 、いいぞ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 、終わりだ終わりだ終わりだぞ終わりだぞ、いけ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 、終わりだ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 、いけ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 、もうもうもういいよ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 、待って、コントローラーの横効かないんだけど、コン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 、待って、あ、危ない危ない危ない、たまにあるこのコントローラーのさ動かなくなる、やめてくれ、ちょっとマジテンパるか、オッケーオッケーオッケー、よしオッケー、あれ、え、終わりじゃないの、え、嘘でしょ、嘘、まだあるの、魔法の寝室、嘘、なんだよ、本当に終わりじゃなかったんだけど、嘘、マジか。じゃあとりあえず、ラスト、これが最後です。行きたいと思います。じゃあ行きましょう、魔法の寝室。嘘、もう終わりだと思ったんだけどな、終わりじゃないんだね、いやー、やられたよ、やられたやられた。ということで、こやつに関してはとりあえずメガロでいいかな。さっきの盛り上がりはもう終わりだったよ、終わりじゃないんだね、なかなか厳しいですね、しょうがないしょうがない。じゃあどうしようかな、とりあえずうまくなんか今お財布なめができてるんで、あれか、ちょっとメガロ出して、でこれでちょっとお財布並みするか、うまくうまーけど、でこいつが倒せる頃にはもしかしたらお財布の方がわりかし溜まってるかなと思うんで、そしたらね、もういけるかな、わりかしもうなんか大丈夫な気がしてきたな、なんかちょこちょこ出すか、多分こやつもあともう少しで倒せると思うんで、じゃあもうムート準備してまーす。次で終わりか、次で終わりか、あ、まだかまだか、どうすか、オッケー、じゃあガオを出していきまーす。何が出てくるでしょうか、シーツ、おー、これが魔王なの、魔王のシーツって言ったから、ニャンダムのことじゃないですか、カオルくんだけ、もしかしてカオルくんが何、真の魔王なの、何何どういうことどういうこと、何、夜の寝室でいつも魔王ってことですか、意味深な、そのことは置いといていきますよ。とりあえずもうもうもうこれもうこれはもうボロクソにやられてるけど、これほらボロクソにやられ、いや強い、いや強かったんだけど、ちょっと強化されてるかな、ごめんごめんごめん、ちょっと見くびってたわ、よし、オッケー、これで終わり、そんなことないよね、あーですよねですよね、よかった、台風積んどいて、ハリケーンハリケーン、よしよしよし、いやーでも待って待って、ハリケーンが追いついてない追いついてない追いついてない、よしオッケー、おい、さすがガオですね、
ちょっと待って、イノシャシか。イノシャシは、ちょ、止めて、誰か止めて、イノシャシを止めてくれ。イノシャシを止めてくれ。止めてくれ、止めてくれ。割と攻められてる。よし、オッケー、次だ。次のノックバックすれば倒せる。次だ。次のノックバックすれば終わりだ。こっちは抑えくなって、抑えくなってパンパンなんだから。アフリカに来るぐらい、抑えがパンパンなんだから。行けよ。ほら、どんどん出して。行けよ。まだ。よし、オッケー。終わりでございます。これで終わりかな？何？まだ出てくる感じ？もしかして。なんか怪しいな。なんかもう一回ありそうだな。もう一回何あってもおかしくない気がするけど。どう？おお、ほら、来た。なんで喜んでんだ？よくわかんねえな。いやー、もう真っ黒じゃねえかよ。これがやっぱ真の魔王の寝室だね。あ、これだ。これが魔王ですよね。ほら。ねえ。魔王の寝室はね、こうやってね。ああ、ブン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 ね。ダメだよ。いろいろ、あー、待って、これ大丈夫かな？ちょっと割とちょっと怖いんだけど。なんだ？待って、黒さんの攻撃が入っちゃうからさ、なんか青出せない。OK。とりあえず、待って、コントローラーの言うことが聞かない、たまに。ちょっと、まあ一応、カサジゾー、あ、終わってた。ちょっとコントローラーと格闘してる間に終わってたんだけど、じゃあ問題ない。やっぱカサジゾーっすね。ほんと強い。もう相棒だよね。もう相棒。マジで相棒。ほんとに相棒。いやー、これで終わりだよ。よーし、終わりだ。よし。はい、ということで、次で、終わりですかね。終わりを告げる夜ということで、一応そうですね、時間的にちょっとコニャンダム戦までいけるかどうかはわからないんですけども、まあ、とりあえずね、やれるだけちょっとやってみようかなと思うんで、とりあえず次回これなんで、よかったらね、次回も見ていただければなと思います。ということで、今回動画は以上になります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回動画でお会いしましょう。またねー。